歯を抜いたり、してますよね。歯を抜いたり、よく歯を抜いたりしてますよね。おかしいか。なんか毎回コーヒー牛乳とか温泉の後のコーヒー牛乳とか憧れるんですけど、結局お金とか持っていかないですよね。大浴場とかに忘れるんですよね。思うけど、自販機見たら牛乳、小銭は持ち、あ、本当ですか。一度飲んだら、瓶牛乳って美味しいですよね。お、連続配信ですね。更新されました。おメイクこんな感じで完成。昨日はカープが勝ちました。大量得点で、すごーい。なんか0点が続いてたから、もうめっちゃ とにかくね、嬉しかったですよ。カープが勝つとよく眠れるって言って、逆に寝れんかったわ。ツイッターでは今日はいい夢見れそうとか言ってたけど、逆に寝れませんでした。そういうもんですね。25分になったら教えてください。35分集合。あれ、あと6分。もうそんな時間ですか。ラックオブタイム、ショーテイジ。足りないですよ、時間が。不足している時間が。このままで、え、髪の毛がボサボサですよ。ボサボサのパヤパヤですよ。急ぎます。え、忘れ物しそう。どうしよう。忘れ物したらみんな解雇官に届けてね。髪もなんとかしないといけないね。ショーって言ってる人が一番落ち着けてないんですけどね。何だろう、間に合うように。櫛がないんですけど、櫛がない。今日はただ呼びです。公開授業、
勉強してきます。マイカ、公開授業っていうのはいつも YouTube で配信しているような先生とそれを YouTube 公開する用の授業って意味の公開授業で、人がこういっぱい来るとかじゃないですよ。あと3分ですか。寝癖がねついてる時はね、こう外羽と紛らすのがね一番ね、今日の科目は現代文。頑張ります。ファンの皆さん、髪は外羽が一番早い。時間かけるべきか。いい感じね。おお、23、25分、23分。あ、こんな感じでどうですか。あと1分30秒、秒刻みで。ありがとう。はい、できましたね。完成。よし、これで出れます。大丈夫です。 I'm OK、 I'm ready、 I'm ready。 間違えた。この勉強時間に負けるように、今日は7時から勉強してます。十分時間が経つものだ。良くないんかな、コンセント。別に正解とかないかもしれない。いい悪いってありそうです。よし、何を、はい、ここら辺でね、もうそろそろ本当に時間がちょっと30分なんで、では、はい、本日のカイコカーの準備配信でした。なんともうギリギリにね準備が終わるという。はい、ではランキングを読みたいと思います。朝からせかせかした配信でした。ではランキング読みます。13位、ケブピエキさん。12位、癒し系さん。11位、ヒサさん。10位、ハイケイさん。9位、タクゾさん。8位、ノッシーさん。7位、テツさん。6位、マヤ太郎さん。5位、スエンさん。4位、コマメマキさん。3位、ダンゴ部長さん。2位、かきひろさん。1位は赤ヘルサンタさんです。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見ていただきありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。またメールを送ります。バイバーイ。